よろしくお願いします。ます、カメラ交代して純ちゃんがカメラ、はい、私が今回演じます。はい、よろしくお願いします。あの小宮先生教えるのは非常に美味しい、うまいということで。いや、そんなことないですよ。限られた短期間の中で、うん、全くの初心者に15分だけ時間を与えて教えるとしたら、何を教えるんですかっていうことを。まあ僕のところによく体験レッスンとかに来た人には必ず聞くのは、なんでゴルフを始めようと思ったんですかって話をから始めて、はい、バックボーン聞いて、はい、で、まあ話し始めるみたいな。それを体験させてもらいたいんですけど、いいですか？いいですよ。お名前から聞きます。あ、じゃあ宮下と申します。よろしくお願いします。宮下さんはスポーツは何かやってましたか？僕は中学校の時陸上と高校でバスケットボールを2年やってました。ほうほうほう、僕もバスケットやってました。コースはじゃあ行ったことがあないというないです。もう何でももうゴルフも全然ないです。あ、本当にない。いや、実際はちょっとないわけですけど、はい。じゃあなぜ始めようとしたか。ゴルフをやらないで大学の時にキャディーのアルバイトしてたんですよ。でそれで老夫婦のお二人、70歳くらいの二人が平日にやってきてくれて、回ってるの見たら、まあ、いつか自分結婚して貯金ちょっとできたら奥さん連れてゴルフしたいなって思ってて、うん、車買える時期があったので、そのタイミングでやり始めました。なるほど、なるほど、わかりました、はい、じゃあその老後も踏まえて、そうです、楽しくゴルフができるようにやりたい。わかりました、はい、ではですね、よろしくお願いします、今持ってもらってるクラブが7番アイアン、はい、厳密ではないですけれども、クラブって全部でバッグの中に14本入ります。その中で大体真ん中ぐらいの長さで7番で、とりあえず7番今持ってきました。で、それを使って、スイングを、ぼんやりとお話しするし、グリップの握り方を今日はそれだけ覚えてもらいたいです。はい。他は覚えられなくて、はい、はい。で、やっていきます。で、まず最初にコースに行くと、こういう練習場みたいに四角い場所ではなくて、もう全部が芝生なんですね。だから真っすぐどこ向いてるかまずわからない。コースに行くと。練習場だとこういう枠があるから、普通にまっすぐ立ってだったら、ここにこれがボールだとしたらまっすぐすぐ立てるじゃないですか。だけどコースだと立てない。で、目標として作るのがこのクラブフェイス、ボール当たる面ですね。これをこのちょっと一回こっち来て、はい、でこれボールだと見立てて、これの後ろにクラブの頭をまず置いてください。そう、右手でそのままで僕が言うのを真似してやってくださいね、はい、で右手でここにまっすぐ置く。まっすぐっていうのはまあ、ここがボールが飛ぶところがまあ真っすぐなんですけど、そこにクラブを直角に合わせて、でそれができたらそのこのクラブの一番下の線を真ん中にして両足を挟んで、気をつけして、ここですか、うん、ここで立っちゃう、はい、でここを真ん中にして、クラブの真下、そう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 、ここを真ん中にして、でこれができたらこの自分の靴の横幅あるじゃないですか、はい、横幅を3足分間に入るように左足から動かして、そう、うん、まあ 1.5 ぐらい大丈夫、もう 1.5、 そうそうそう、でこれが大体まあぼんやりだけど靴の、開く幅だと思ってもらって結構で、そうすると目標に対してまあ、真っすぐ立つ準備がしやすくなる、はい、でまだボールと自分との距離っていうのは適当です。いいですか。で、グリップを握るとき次ね、ここから本題です、はい、お尻を後ろに少し出して、そうそう、前傾取る感じで、今自分の体がまあ見えないけど時計の針の1時ぐらいのイメージ、30度ぐらいに傾いてるイメージをしておいて、そうで、この段階で腕をダラ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 、超なんか骨折とかしてると思います。なるほど。でそうすると自然に腕の、まあ、関節の普通だったら肘っていうのは45度ぐらい、こっちが45度ぐらいこっち、これか、ああ、こっちです、うん、角度、角度、はい、で、手のひらはダラダラして、そうすると手のひらはもっと少し内側、これが何にも脱力している状態、よくゴルフって力入れないで振ってくださいって言うじゃないですか、はい、で力入れない状態がこれだから、はい、この向きでグリップをまっすぐに握れれば振った時にまっすぐになりやすいなるとは言い切らない、はい、なので、でこのままげんこつ組んで、そうすると握り拳が2個ぐらい、でこれが開いてグリップを握った時に同じようにこっち離してます。肩骨が2個見えるぐらいのちょっと上にこう上げる。肩骨が2個ってどこ？あ、ごめんごめん。この握り拳。うわ、握り拳ここですね。肩骨ってたらこれ、ね。はい。そう、ここ2つね。見えます今。そう。こんな向きで握れると、要は肩からダラダラっとした、まあうちらの団体では自然体って言い方をするんだけど、はい、まあこれは本当に理にかなってるなっていつも思うんだけど、はい、この向きで構える。
握る。そしたら今度右手で、右手は中指と薬指をこうやって曲げてみて、そう、ここにクラブが乗ります。ここに乗る、はい、でここに乗るから下から当てて、ちょっと滑らせる感じで当ててきて、この生命線のところってこうやってやると谷ができるじゃないですか、ね、その谷に親指を乗せる。そうするとフィットするから、で人差し指と親指をこう鍵を作るって感じになるんですけど、でこの時できたこの V 字の線というか Y 字の線が自分の右の首筋で、こっちも同じようにできてるんだけど、こっちは右の肩みたいな。これが一応グリップの基本形の感じ。まあ綺麗なグリップだと思います。全然いつもと違う。違います。こっちの方がなんか自然で力も入ってない感じ。重くないクラブが。いつも重いんですか。クラブが軽い。でそしたら今度は構え方をやるんだけど、一回クラブを持ち上げて自分の顔の前、できれば左目の前に置きます。そうで肘を伸ばしてで、この時に肘の向きが45度くらい向いてる。向いてます、OK、はい、で、この状態のまま、うん、まあまあゆっくり下ろしてきて、腕が胸の上に乗るようにして、もう一回腕が乗った。で、この乗った時のこれが自分とクラブとの距離になります。だから、変な話、ちょっとふくよかな人は乗ったところこうなるかもしれない。でも、痩せてる人はもっと近いかもしれない。でここが自分とクラブ、腕が乗ったっていうところですね。そうそうそう、大胸筋のようにね、うん、でこの状態でさっき作った一字、そうそう、で肩はさっき言ってた腕からだらっと下がったところ前に出すことがなくて下でいい、そう、ほんで膝を軽く曲げて、ここまで下ろすんです、膝を軽く曲げて、そう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 、いい感じ、いい感じ、そうでここでトンって置いた。ここが実はボールと自分のコントロール。っていうことはこれだけ実はずれてる。だもっと近くてずれてる、前に出て。そこれない。そうそう。これを毎回やると毎回同じ構え方ができます。だからよくセットアップの手順ルーティンとか言うけれども、そのルーティンも大まかなルーティンと今みたいな細かいルーティンで、それを決めることで毎回同じスタートし、ゴルフの場合ボールが他のスポーツと違って動いてないから。同じ構え方ができた方が同じスイング作りやすい。はい。だからこんなことをまずやっと覚えてみて。で、スイングの簡単なメカニズム。はい。スイングは横と縦の組み合わせ。体が横に回る。そのまま腕が胸に乗ってるから横に回ったら、そうすると腕がついてきてこっち来るじゃないですか。これがいわゆるテイクバックっていう。こうやって戻す。で、反対側も。そう。これが体の横の。で縦の動きってどうですか。縦の動きっていうのは今こっちやりたくなったけど、本当のクラブの先端を右肩に向けてくるように起こしていきます。ん、何言ってんだって感じですよ。で下ろすときどうしますか。小指側からこうやって打つ。よくためとか言うけれども、ためができる人はこうやって降りるからできる。ためができない人は危ないよ。カメラの方にこうやって行っちゃうからためができる。だから巻き割りしたことはもちろんないと思うんだけど、まあイメージ的にはそんな感じで、こうやってやってパン縦に、そうで打った後は左肩にこうやってやる。じゃあもう一回横の動きだけやって、はい、そう横もっと体も向いて、そうでそこからさっきの巻き割りもう胸こっち向いてるから巻き割りの動きをしていく。でそこから顎の下に小指を下ろしてって、で体回しながら来て、ここでまたこっち側も上げて首に巻きつけてきたら、で初めて聞くと親って思うと思うんだけど、この位置でもう一回こうやってあげて、でこのまま体を右に回す。したらトップにします。うん、かっこいいっていうような感じ。じゃあ振るときはあとはそこから顎の下に、さっき脱力したようにしてたでしょ、ダラーンと顎の下に下ろせば勝手にここに当たるから。当てにいっちゃない。ゴルフのスイングは当てるんじゃなくて当たるだから。そう。下ろすだけとか。そう。ブラーンと振り下ろす。手元から。そうそうそう。いいスイングです。こんなことを毎回初心者の人来たら言ってます。で結構喉が渇く。結構ずっと喋ってますもんね。でもいいっす。
でも確かに宮下さん遠いかもしれないですもん、いつも。いつも、あ、そう、すくい上げる、頑張って伸ばす、すくい上げて勝ち上げっぽい、うん、で、当てにいってるって感じ。あと普段のお悩みは普段ですか、うん、カメラがなとそれもうこうなるんですよ、これです。どういう、こうなる、もう下ろすの早くて、うん、こうすくい、インパクトがこうなっちゃう、はいはい、こう来ないってこと、ハンドファーストっぽくなる、こうなっていったりとか、こうなっていったら、もう当てようと思ってこうなっていったりとか、最下点ってことがしますか、はい、意識はしたことないんですよ、うん、で、最下点作るのはいいんだけど、はい、作るときに最下点があるってことは中心がなきゃいけない、円、円じゃない、で、中心がどこになるかってあんまり考えてないし、最下点の位置がじゃあ自分が思うにはどこだと思う、アイアンの場合、アイアンの最下点ですか、うん、ボールなんでいや、わかんない、プロの人たちって芝取るじゃん、プロはなんかよくこうやってますよね、先でしょ、うん、ってことはボールより先が最下点で、はい、そう、ってことは、はい、ボールに多分理解してないですよ、いや、ボールに本当、ね、僕プロじゃないしって思ってた、いや、大丈夫大丈夫、あのプロもアマチュアもやることは一緒、一緒なんですか、うん、そう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 、プロはうまくやるコツを知ってるだけだから、アマチュアは綺麗に打とうと思ってるだけだから、プロは綺麗に打とうなんて全く思ってない、綺麗に当たっちゃうから、コツを知ってるから、はい、で、そのコツを今日教えるの、はい、だからボールの先が最下点になっていることは、まあ、要はこの上が中心に円描いてるんだ、そこから自分の体でいくと、さっき構える場所、ここが自分の真ん中になったんだね、はい、クラブここに置いた、はいはい、ボールの真後ろあたりってことは、ここが首の中心あたりになるんですね、ってことは、ここの最下点ってどこですかって、左の首筋になるんです、ここだから、この位置を実際は動いちゃうんだけど、この位置を中心だと思って左腕で振り下ろしてみた、そしたらもうタイガーです、ターフ取れます、やってんの、太鼓って首で振りました、そんなイメージはなかった、みんなにそう言われるんですよ、できるわけがないと思って、はい、やらないからできない、そういうことですか、そうそうですよ、でもさっきこの胸から下ろすって言われた時にちょっとそれは分かった気がします、だからこの辺りの、まあ、映像で見ると二面的に見えるから線を引くとこの辺になる、じゃここを中心にして、まあちょっと打ってみて、はい、打っていいですか、打っちゃって大丈夫、で左の首筋を動いちゃうんだけど、動いてな、動かさないようにイメージでブランド、多い感じでも今のじゃ地面ついてないから、ついてないし、うん、でもそんなにショット悪くないね、その下に、おい、それか、うん、あれなくね、完璧よ、下に今ちょっと上げてた、今右手でいっちゃった左手で、下じゃなかったの、円描いてるのはクラブの先端からクラブ、左腕、鎖骨も含めてそこで半径を描くから、左手でってことか、そう、 OK、 今最後、うん、ここで打つってことでやると、そうそう、でやると、まあ基本的にはミスショットはだいぶ減ってくるとは、あとは細かいフェイスの向きだったりとか、あとはコース行くと平らじゃないから、なんていうの、つま先上がりになったらこうなる、ボールの位置がここよりも高くなる、ね、こういう時もあると、はい、でそうなってくるとクラブってこうやって寝てるっていうか、シャフトがこう横になるよね、はい、そしたらスイングってつま先上がりのボールをみんなまっすぐ飛ばそうとしてるからさ、こうね、2人でこうやって打つ、本当もうこうなってんだから、この後ろにこっちにバックスが来て、クラブのフェースがここだとこうまっすぐ、ね、下に置いておくとこうロフトついてるから、こうなるとこっちにロフトがつくから、こっちにこのナイスショット、うん、だそれを加味した分だけちょっとこうやって世に回ってる言葉よりも原点を本当は知った方が、うん、クラブもね、いろいろ変わって今時のスイングとか言ってるけど何百年前からクラブって変わってないんですよ、基本的には。だからその原点を覚えた方が一番手取ればいいと僕は思いますけど、うん、それが来角とかね、来角ってこの角度だったり、はい、まあ、ロフトの関係だったりとか、重さが先がこれだけ重いとか、はい、それをなんでなのかっていうのをよく考えてやると、その方が近道かもしれない、うん、ぜひ頑張って、皆さん頭使えって。結構3つくらいこの動画を思い返してみたい見たい、ちょっと今まで当たり前のことを最初おっしゃってたじゃないですか、うん、それをまずそこからちょっと見直したいところがあって、ね、グリップから当たり前を知らないとかね、はいはい、
ありがとうございます。いやいや、あ、ちょっと頑張って。先生のレッスンはどこで学ぶことができるのか教えてください。はい、私は吉祥寺でございます。吉祥寺、ティーラグーンゴルフスタジオ。ティーラグーンゴルフスタジオで、はい、オーケストラを。はい、ぜひ。はい、じゃあ皆さん予約してみてください。イケメンの先生が教えてくれます。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。今回はゴルフネットワークさんのサービスでワンタイムレッスンという、1回単位でレッスンを受けられるというサービスのご紹介ということで取材にやってきました。都内80カ所にあるそうで、まあ、気軽に1回単位でレッスンを受けて、まあ、自分で考えてやるよりもやっぱりプロに教えてもらって自分の悪いところとかいいところとか理解しながら練習していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに、まあ、今回受けてみて感じました。今回です。私は3人一気に、はい、あのプロから教えていただいたんですけど、やっぱり自分じゃ気づかないところを教えてくださるので、まあ、練習の仕方ももちろん学べるし、スイングについても学べるし、やっぱ上手くなる上達するためには教えてもらうっていうのはすごい大事なことだなっていうふうに感じたので、皆さんもぜひゴルフネットワークさんのワンタイムレッスン検索して、受けてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。